はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今からね、上高寺上がってこようと思います。ね、この30の、インナーチェーンリングつけて上高寺、まあね、そうね、今までここまで乗ってきた感じだと30にして後ろがね11-28で、あの幅がワイドになったんで、なんとなくまあ乗りやすいかなっていう感じはします。ただこれからね、山を攻めるのにあたって、クロスではない部分がまああるんで、気づきはしないかもしれないけど意外と足に負担かかるかもしれないですね。そんなとこでしょうか。ね、どういう感じで走れるようになるのか、これからね、ちょっと上がってこようと思います。ここはね、勾配が 20% のところから、少し下りがあったりとか、いろんな、パターンがあるんで、そんなに長い距離ではないんですが、非常に面白いルートです。なんでね、こういうレビューをするのにはもってこいかなと思っていつもここ走ってます。ではね、ちょっと行ってこようと思います。じゃあ出発します。はい、出発しました。さあ、どんな感じになるでしょうか。楽しみですね。まずはね、このストレートを、もうすでにね、サイクロイドで走ってます。はい、意外とね、この平坦のところを、ちょっと速度めにしても、今回の前が30だと、意外とね走れます。まあ27の時はね、さすがにね平坦をガンガン走ることはちょっとできないので、30だとね少し楽になりますね。はい、そして、坂に入っていきました。この辺は結構急で、20% ぐらいまで、はい、今ね、車が上がり始めたあの辺りから 20% になります。さあ、ここで 20%、 はい、ここで 20% ぐらいになるんですけど、GPS の方がね、全然追いついてないです。はい、そんな感じです。でね、手元に勾配計持ってるんで、機械式のやつね、まあ、それがもうすでに 20% を指してるっていうような感じ。ここで、少し緩くなります。で、Vカーブですね。でね、この Vカーブしてから意外とねきついんで、ここでね、初めての方は心折れる感じです。まあ、ここクリアするとね、5% とか、ぐらいがしばらく続くんで、ちょっと楽になるんですね。はい、なんでここではね、パワーが結構上がってっちゃいます。やっぱりね、急な斜面とかになるとどうしてもパワーを上げないと上がっていけなくなってきますよね。で、この辺りから少し緩やかになってくるんで、パワーを下げていきます。はい、ね、大体200ぐらいをキープしようと自分では思って走っていると思います。そんな感じです。で、一応ね、まあ、夏なんでボトル2つ持ってますけど、ボトルにいっぱい入ってます。2つともね、結構重いですよね。で、車体の方はだいたい7キロぐらいなんですけど、ボトル2つとあとフォームは持ってるんで、8キロをちょっと超えるぐらいの重さにはなってると思います。そんな感じで走ってます。はい、
最高の温度計、今35度を指してます。かなり暑いです。そして、現在ね、だいたい90の K です。で、上がってます。だいたいね、それぐらいをキープしようかなっていうふうにいつも考えてます。90ちょっと超えるぐらいとか90あたりとか、それぐらいをキープしようと思ってます。はい、ここはね、だいたい10分弱のコースになります。で、勾配が獲得標高が150とか60ぐらいだと思うんですけど、それぐらいの、坂を上がっていく感じです。でね、この坂は、途中ね、2回ほど下り坂があります。でそこでね、できるだけスピードを落とさないように行くのがコツなんですけど、なかなかね難しいです。はい、ここですね、下ってます。なんでアウターにここでは書いてますね。でアウターからインナーへのチェンジ、インナーからアウターへのチェンジ、意外とねスムーズです。意外とって変ですね、結構スムーズに変わります。はい、こんな感じね。でここは上がりきってまたすぐ下りがあるんで、今ここ斬新にしてるかな。ダンシングで多分ね、勢いに乗ってそのまま行っちゃおうっていう感じの、そういう走りで行くんじゃないかなと思います。そうですね、だいぶ車体が左右に振れてるんでダンシングしてますね。はい、でここで下りにまた入ります。でチェンジしますね、こんな感じでチェンジもね結構スムーズでしょう。でここはね、下りがねちょっときつめなんで、さすがにねこの狭い道であまり速度出すのもなんので漕ぐのはやめてます。結構スピード出ちゃうんだよね、ここで漕いちゃうと。はい、そんな感じで走ってます。はい、ここからはちょっとスピードに乗らせて、一気に坂をある程度得して上がっちゃおうぐらいのモードになってますけど、ちょっと今チェンジしましたね。チェンジ今うまくいってなかったみたいな感じの動きしましたね。はい、はい、だいぶふくらはぎ血管立ってます。血管立ってますよね。なんかそんな感じで頑張ってますけど、もうねラスト近いんで、ラストスパートに近いような感じの、パワーを出していくんじゃないでしょうか、ね。はい、ここはね少し平坦ぐらいになるのかな、この辺りで。 まだなってないか、もうちょっと行ってから平坦になるのかな。あ、この辺そうですね。もう最後の最後の登りが始まるかなというぐらいだと思います。
ここでまた最後の登り始まりましたね。実際この200ワットを超えるぐらいからこのサイクロイドがね結構広がってくるっていうか半径が広くなって、使えてくる感じになります。この辺り結構サイクロイド効いてるんじゃないかなと思いますけど、今400ワットとか380ワットとかつまらない。はい、そしてゴールです。はい、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうかってまだ早いね。乗ってきた感じ、ね、脱ぎやすい。これ自分に一番合ってるかも。中30、後ろ28構成いいですね。28は結局使わなかったかな今回。それぐらいなんか調子よく上がってこれる。あのね、多分大きさ違うんで楕円の比率どうなんだろう、多少違うのかな、それとも何か違うのかな。あのね、フロントの、チェーンリングが引っかかるような感じがないですね。すごいねスムーズな感じで上がってこれます。いい感じ。27の場合ね、パワーかけてないとちょっとコツ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 ってちょっとした音はしてたんですけど、今回のはねほとんど音がしないですね。気づかなかったです。その辺ねちょっと気にしてはいたんですけど、特に音するなーっていう感じはなかったですね。全体的な感じいい感じ。気分的にはね、あ、タイム上がったなみたいな気分。あ、いつもより早く走れたかもみたいな気分になってます。非常にねいい感じ。この調子でアメサワとかもちょっと行ってみたい感じはしますけどね。まあ今回はねちょっとアメサワはなしで、またアメサワはそのうちいつか機会を見ていこうと思います。はい、ね、とりあえず疲れたことは疲れた。はい、いかがでしたでしょうか。はい、ではですね、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画ね面白かったな、参考になったなって方、グッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方よろしくお願いします。ではバイバーイ、頼むバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなのを配信しています。そしてチャンネル登録はこちらのボタン、よろしくお願いします。